楽譜猫踏んじゃったは、作曲者不詳、ヘンと蝶々、または、ええー、蝶々の世界中で親しまれている曲。ピアノ、独奏が基本だが、多数のアレンジやバリエーションが存在する。戦術の通り、この曲は作曲者も発祥国も明らかになっていない。一説によれば、フェルディナントローだとされている。ドイツ版の曲名、のみのアルツは、 作曲者の略名が語記されたものから来ているというので、ある。ただし、フェルディナントローなる人物は実在せず、最初にこの説を紹介した書籍の筆者によるジョークだとも言われている。NHK、みんなの歌では、坂田博夫が作った歌詞が使われた。また、岡敏夫が1954年に作ったという別の歌詞も存在する。なお、この曲は、 世界中で親しまれており、国や地域ごとに様々な歌詞や曲名が付けられている。世界中で約28種類の曲名が付けられている。宮本ルミコラによれば、曲名に猫が含まれているのは、日本のほか、台湾、韓国、ルーマニア、ブルガリア、フィンランドである。みんなの歌では、猫踏んじゃったというタイトルで、1966年10月から11月に、 放送、歌は、天地房子と東京放送児童が商談。映像はモノクロで、アニメーションは和田誠が担当した。その後、2003年から始まった、懐かしのみんなの歌の一環として、2004年2月に38年振りの再放送となった。また衛星、第2テレビでも、2006年8月23日、 同年12月11日2007年1月2日の3回にわたって楽しいねと共に放送された。映像は NHK みんなの歌 DVDE ボックス第3週に収録されている。猫踏んじゃったの作曲家、作詞家、岡俊夫さんが死去、高校3年生、猫踏んじゃった、オリコーン、2011年7月18日閲覧。 猫踏んじゃったの題名あれこれ人差し指で弾く技法より箸と呼ばれている。ありがとうございます。